幸福度とは、収入は比例しますが、年収800万円以上以降は収入が増えても幸福度はあまり変わらないということがノーベル経済学者でが発表しています。本田選手もこのある一定の収入を超えてから同じような感覚を感じましたが、お金持ちしか味わえないことなので気になりました。人によるっていうのが多分答えだと思うんで、これのデータはあくまでも一般的な話だと思うんですけど、ただなんかそのめちゃくちゃ贅沢したいっていう人ってそんな多くないんじゃないかなと僕思ってるんですよ。その事実がお金が増えたところで幸福度が増さない理由と密接に関係してると思ってて、なんか割と高額なものももちろん上には上があってキリがないんですけど、でもそこまで別に求めてないっていうのが人間の本質なんじゃないかなと思うんですよね。貧乏はしたくないけど、ある一定の今のまあなんかレベル感がなんかキープできれば十分幸せみたいな人って、各収入をもうすでにこう得てる現状でも若干そのなんかそういうとこあるんじゃないかなと思うんですよ。不満だけじゃなくて、で満足してるみたいなところ、そういうところだと思いますけどね、このデータが明らかになってるのは。